ラファエル・ペレストレールは16世紀前半に活躍したポルトガル人の探検家、クリストファー・コロンブスの妻フィリッパ・モニス・ペレストレールの重廷にあたる。1516年から1517年にかけて中国南岸に到達し、甲州での貿易を試みた。これは1513年にジョルジアルバレスがマエデルタ内のウッチレー島に上陸したのについで、 ヨーロッパ人として2番目にカイロから中国本土に到達した例である。またラファエル・ペレストレイリョはスマトラ島やマラッカでポルトガルの軍人としても活動した。16世紀の歴史家ジョアンデバロスによればラファエル・ペレストレイリョはアンダマン諸島付近で迷子になりながらも人肉食を行う原住民の領域を通り抜けて生還した。インド王アフォンソデ・アルケブルケ ラファエル・ペレストレーリョに中国遠征任務を与えた人物である。総祖,祖父、フィリッポ・ペレストレーリョはイタリア・ピアチェンツァの貴族だったが、1385年に妻、カタリーナ・スフォルツァと共にポルトガルへ移住した。最初はポルト、ついでリスボンに住み、貿易に従事した。この夫婦は4人の子を設けた。すなわち、リヒャルテ、イサベル、ブランカ、バルトロメウである。 1410年生まれのリハルテ・ペレストレイリョは、リスボンのサンタ・マリーニャの小修道院長となったが、少なくとも二人の子供を設け、1423年にこれを認知している。そのうちの一人、ジョアン・ロペスの子が、ラファエル・ペレストレイリョである。1516年、ラファエル・ペレストレイリョは、インド総督、アフォンソでアルケブルケの命を受けて、ポルトガル領マラッカを出発して、 中国南岸の広州に至った。当時の中国は民の聖徳三角の時代であり、アルケブル家は中国との貿易関係を構築しようとしていた。ラファエル・ペレストレイリョのジャンク戦艦隊は価値ある公益品と中国市場の持つ大きな可能性を記した報告書と共に帰還した。名当局から港への入港と貿易は認められた。 ものの、それ以上深入りすることはできなかった。彼は1517年にももう一度公衆を訪れている。ラファエル・ペレストレーリョの報告を受けて、フェルナン・ピレスで、アンドラーデがベンガル遠征を取りやめ、1517年に本格的なタイミング交渉に動き出すことになる。ポルトガル領マラッカ・ラファエル・ペレストレーリョは、アフォンソ・デ・アルケブルケの重邸・ジョルジ・デ・アルケブルケのもとに、 ついて、1514年のパサイ王国との戦争に参加している。この戦争は、ポルトガルに敵対的なこのスマトラ東北部のイスラーム王国のスルタンを廃し、友好的なものにすげ替えるためのものだった。16世紀の歴史家、ジョアンデバロスによれば、ポルトガル軍が、このスマトラのムーア人の砦を攻撃した際、ラファエル・ペレストレイリョヒキール・マルケスという部隊が、 防護策湖へ一番乗りを果たした。強大な敵を打ち負かしたポルトガル人は東南アジアの交易圏の覇権を握り、故障を買い叩たたいてヨーロッパに送ることで莫大な富を築くことができるようになった。また、ポルトガルに追われたマラッカの前スルターンのマフムートシャーが1524年に再起を図った際には、ビンタン島でこれを破ってマレー半島へ追いやっている。 ブルック 124AB フーンズ 89ABC ウィルズ336ディオン 162ABC マダリアが8487ノル8ディムズ 247AB ディオン150ディオン153ディオン155156ありがとうございます。